ワッキーさん、はい、そして武井さん、はい、ここからは第2部ということで、改めて、はい、ヤングチーム、ベテランチーム、2チームに分かれての対抗戦をお届けしていきたいと思います。はい、それではまず最初のバトル、うん、発表したいと思います。第2部オープニングはこちら、ナンバーワンホームラン対決。こちらルール説明を行います。はい、各種ラケットを使用し、さまざまなボールで行うホームラン対決となっています。ボールボックスから1枚、アイテムボックスから1枚ずつカードを引いていただきまして、その出たアイテムとボールで向こう側に飛ばしていただきます。はい、この飛距離が合計でどちらが長かったか、うん、よく飛ばせた方が勝利になるというゲームになっています。はい、でヤングチームからは高尾選手、黒川選手、遠山選手にご参加いただきます。はい、そしてベテランチームからは東口選手、倉田選手、柳沢選手に参加いただきます。盛り上がってますね、ヤングチーム。ヤングチームすごい盛り上がってる。ベテランチームは、高校になりますので、まだお席でお待ちください。じゃあまずヤングチームの皆さん3名のチェックでは、今から、順番を決めていただきますけれども、今読み上げた順番で高尾選手いいですか。いや、じゃんけんしましょう。じゃんけん、はい、じゃあ順番決めてください。じゃんけん、おい、2番。高尾さんは2番、はい、まず見ない、はい、そしてボールを選んでください。お、バット、お、金属バットが出ました。お、ボールは何だ。はい、では見せていただきます。では発表します。はい、遠山選手は野球バットでサッカーボール2号球。あ、これなかなかいいんじゃない。なんかいいチョイスになった。2号球いいですよ。あ、2号ってそんなちっちゃいの。ご自身でボール上げていただいて打っていただきます。お、いいよいいよ。さあ、それではノック方式となりますので、ご自身で自分で。遠山選手、ちょっと周り気をつけてください。もうちょっと中央、もうちょっと中央。まだよ。それでは気をつけてくださいよ。やっぱサッカーしかやってこなかった人のスイングだな。では参ります。ヤングチーム1人目、遠山選手、どうぞ。さあ、もういいんじゃない。フェンスもいい、測ってますね。なんかあれちょっと待ってください。測ってる人いますよ。計測員の方、これ測ってますね。カジさんじゃないですか。カジさん、あ、本当だ。カジ君、小田さん、ただいま、これ、ね、何メートルですか、カジ君。ただいまの遠山選手の記録、16m90 でございます。 16m90。 あー、ナイス。ちょっと待って、カジ君は何でこんなとこやってんの、こんなことを。くる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 。いや、そうやって巻くもんじゃないから、そうやって巻くんじゃないから。全然喋ってくれへん。あれ、カジさん、今日のガンバファンフェスタ、はい、本編は出演ここのみです。ここのみ。贅沢。ここに全力を。でもほら、あのビールなんていうビールだったっけ。ミノービールが、ガンバビールでございます。ガンバビールを売るおじさんだったんです、さっきから。いや、あのプレイヤーも大事ですけど、いや、はい、2023、世界陸上やっておりますので、はい、そこでも計測は大事ですね。計測は大事。確かに、あのね、走っていくとが早かったのね。
さあ、それでは、はいはい、カジさんには引き続き計測員としてこの時間盛り上げていただきます。では、お二人目いきましょうか。お願いします、カジ君。では、高尾選手お願いします。はい、二人目、高尾選手です。はい、まずアイテムはもう金属バットはないんだ。はい、じゃあ見せてください。使われちゃったからないんだ。使わないよ、これ。野球バット、プラスチック、プラスチックのバット。さあ、そしてボールはどれだ。スポンジボール。スポンジボール。でもスポンジだったら。でもどんな感じなんだろう。では準備いただきましょうか。はい、子供時代よくこういうバットで遊びましたけれども、ボール、スポンジ。ああ、もう子供が遊ぶやつだこれ。これどうだ、風の抵抗を受けるタイプかどうかっていうね。さあ、それではヤングチーム2人目のチャレンジとなります。高尾選手のナンバーワンホームラン対決、お願いします。まだ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 。これはどうし、これどうします、これ何。はい、出てきます。どこハタローしてんねん。ただいまの記録マイナス1メーター80でございます。ハジ出てきた、何でも測っちゃうからあの人。さあ、これラストです。空振ったらもうそこで終了です。では改めて2人目ヤングチーム高尾選手どうぞ。おーおーコーナー早いんだよな。早い。ただいまの高尾選手の記録7メーター40でございます。7メーター40でもいいんじゃないですか。ちゃんと打てよ。まあちょっとね、ちゃんと打てよ。審議ですけどね、空振りは。走らせてくれよ、もうちょっと。さあ、それではいよいよ3人目黒川選手のチャレンジとなります。はい、ではバドミントンラケット。バドミントンラケット。はい、そしてボールも。サッカーボール4号球です。うわこれは相性悪い。どうだろう、これは左か。さあ、それではいよいよ3人目のチャレンジとなります。黒川選手はバドミントンのラケットでサッカーボールを打ちます。では参りましょう。黒川選手お願いします。まあまあいいんじゃないですか。ダジさん。はい、ただいまのクロちゃんです。あ、いらない、いらない。6メーター40でございます。6メーター 40。はい、ということでちょっとラケットが、バドミントンのラケットも上がりましたね。さあ、それではヤングチームのチャレンジ以上となります。では続いてベテランチーム参りましょう。改めてご紹介します。選手、倉田選手、藤原選手です。さあ、東口選手、順番どうします。2番、そして藤原選手が、ごめんなさい、倉田選手が3番、はい、はい、ということになりましたので、では、はい、東口選手、まずアイテム。野球バット。お、金属バット。プラスチック。プラスチック。さあ、そしてボールは。いや、ここ大事よ。サッカーボール2号球。あー、どうだろうね、これ。さあ、それではご準備いただきます。はい、それです。さあ、それではベテランチーム1人目東口選手のチャレンジとなります。ではお願いします。おーおーおー、いや、当たったよ。
めっちゃゆっくり出てきましたよ、カジさん。やる気だ、やる気出したよ。どうしたの？ただいまのマチャーキの記録。マチャーキ7m40。 7m40。 すいません、中途半端で。もうちょっとちゃんと打ってくれや。もうちょっと恥ずかしてくれや、俺を。出番ないねんよ。おじさん頑張ってますよ。そうですね。さあ、それではなかなか難しいですよね。はい、では続いて柳沢選手。はい、ではまず道具、金属バット。金属バットいいじゃない。金属バット、金属バット。そしてボールは、ボール何、ビーチボール。ビーチボール。あー、さあ、それではまずは金属バットをお渡しします。さあ、そしてビーチボールはスイカのビーチボールを用意しております。スイカ、いいね、夏ですね。さあ、それでは参りましょうか。では参ります。ベテランチーム柳沢選手のチャレンジです。どうぞ。おお、ちょ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 、待て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 、ここ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 、ボケ張りますな。ただいまのイケメン柳沢選手の記録は5m10。 ありがとうございます。ビーチボールはなかなかちょっと難しかったと思います。風の影響がね、はい、出ますもんね。あと皆さん、もうちょっとカジさんのボケに笑っていただいてもらいたいんですけどもね、あの遠いとこまで行ってね、こういう空気感慣れてます。大丈夫です。慣れちゃダメなんだよ。さあ、それでは最後倉田選手ですね。はい、ではまず道具、テニスラケット。テニスラケット。さあ、そしてボールはスポンジボール。スポンジボール、スポンジボール。いや、こんなのもあったんだけどね。ラグビーボールね、用意してたんだけど。おお、打ちそう。いいね、飛びそうやな。さあ、それではスポンジボール。さあ、もうこれ、いっそう、これこの一撃でほぼほぼ勝敗決するんじゃないかなと思いますけれども、ね、倉田選手、自信のほどは。一番飛ばします。一番飛ばします。さあ、それでは参りましょうか。倉田選手のチャレンジとなります。お願いします。おお、めっちゃいった。いったいった。これはいった。これはすごい。坂地さん、ただいまの怒り型倉田修選手の記録は33m50 です。これはすごい。ちょっと一言いただきましょうよ。もうとんでもない数字出ました。いつも筋トレしておいてよかったです。声で生かされました。ムキムキだから。すごかったです。すごい、すごい飛びましたね。カジさん、はい、飛びましたね今のね。走りがいありましたね。現役時代の右サイドを思い出しました。なるほど、右サイドバック。倉田選手、ありがとうございました。うん、倉田選手のあの怒り方っていうのは、はい、どうですか。もう肩がすごいんです。肩がすごい、はい、もう見た目も通りで、はい、筋肉が、筋肉がもう張ってるんですよ。なるほど、はい、もうそこしか筋トレしないですから。倉田選手は肩のみなの、はい、足はしないです。そうなんですね。ありがとうございました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 。はい、ありがとうございました。雑やな。はい、ありがとうございました。はい、もう入ってください。もういい。はい、大丈夫です。ありがとうございました。さあ、ということで、改めて、スペシャル計測員として走り回ってくれました。カジアキラさん、どうもありがとうございました。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 
います、はい、散歩も見てあげてくださいね皆さん、お願いします、うん、さあそれではですね、両チームの計測を合算した数字が出ましたので、はいはいはい、うん、発表したいと思います。いやー、どうなってんだろう、いい勝負だと思うんだよね。いい勝負じゃないですかね、うん、分からない。ベテランチーム、うん、46メートル。おー、6メートル、うん、対しますヤングチーム30.7メートル。勝利したのはベテランチーム。イエーイ。さあベテランチーム、ワッキン応援団長、はい、まずは取りましたよ。いや、そうですね、これ幸先いいですね。やっぱり怒り方選手名字変わってます。怒り方中選手の最後の一発っていうのはちょっと印象深かったですね。飛ばしましたし沸かしましたね。そうですね、はい。さあこの後の戦いもベテランチームの皆さんには頑張っていただきたいですし、この後の戦いで武井団長取り返していただきますよ、はい、いや大丈夫です。ヤングチーム、はい、だからノリが非常にいいんで、すごい元気です。この後の戦いで絶対に取り返してくれます。わかりました。では続いての対戦に参りましょう。